おはようございまーす。そうそうそう、しょうない。おはようございまーす。きっとみんなまだ頑張ってるんでしょ？おはようございまーす。私たちも怠けてられない。そうだよね。そうですよ。怠けてられませんよ、バーバラちゃん。はい、今日はね、久しぶりの、原神。あのですね、今のためなんだって思うかもしれないんですけど、ちょっと、言うこと忘れちゃった。なななななあ、ちょっとバーバラちゃん、あ、音クソでか？音クソでか？下げるか。こんぐらいか？クソでか？こんぐらい、音量調整が難しくてさ、1年半以上ぶりなんですよね、実は。まあ、ね。で、まあなんかね、復帰しようかなーと思ってたんだけど、なかなかね、やっぱ期間空いちゃうと、やりたいと思いつつも、なかなか手出しづらいなーって、いう話を年末、去年の、もう去年だね、2ヶ月前に、していたんですけども、マリオカートの時ね、マリオカートの、で、その時に、水様がさ、皇女殿下が同じチームにいらっしゃったんですよ。原神はいいぞ！原神はいいぞ！ってね、おすすめされて、よし。やるかって。いつになったらお姉ちゃんみたいに、背が高くなるんだろう。配信会の時もね、原神はいいぞって。うん、でね、いやもうやるしかねえよなって。きっとみんなまだ頑張っているんでしょ。ねえ、なんか私たちも怠けてられない。なんだろうな、あんまりキャラコンとかに自信ないんですよねみたいな、ちょっと相談したら、大丈夫大丈夫、なんとかなるから大丈夫、原神面白いよって言ってね、くれたので、こうやって戻ってまいりました。いつになったらよろしくお願いします。背が高くなるんだろう。